欧州選手権1次リーグ C 組イングランド0、0スロベニア、2024年6月25日ケルン。サッカーの24年欧州選手権、ユーロ、ドイツ大会1次リーグ第3戦。C 組はイングランドスロベニア、デンマークセルビアの2試合とも0対0の引き分け。最終順位は1位イングランド、勝ち点5、2位デンマーク、勝ち点3。 3位スロベニア、勝ち点3、4位セルビア、勝ち点2に確定。同組はセルビアのみ敗退することが決まったが、デンマークとスロベニアの順位決定方法がネットで話題となった。1次リーグの順位決定方法は勝ち点、当該チーム間の対戦成績、得失点差、総得点数、フェアプレーポイントによって争われるが、 全て並んだ場合は最終的に予選での総合ランキングの優劣によって争われる。今回はデンマークとスロベニアが勝ち点で並び、直接対決もドロー。得失点差、総得点でも並びフェアプレーポイントも、イエローカード66と同じ結果に。そのためユーロ2024予選の総合ランキングでデンマークが上回ったことで2位が確定した。この、チンジ・チンジ 2ネットでは、フェアプレイポイントでも並ぶことなんてあるんだ、こんな決着初めて見た、これはほぼ抽選みたい、これは衝撃。知らなかったと話題沸騰、中には、複雑すぎる、どうしてデンマークが上なのかわからない、なんかモヤモヤする、こんなルール初めて知った、といった声も上がった。